すいません、今お客さんから質問があってちょっと今対応してます。じゃあ田口さんのコーナーはちょっと終わって、あと次に行きましょうね。この展示ではYouTube の動画でも流してましたけども、こうしてきちんと字幕もちゃんと撮った、動画を作って流してます。で YouTube で出してるのは僕が編集して出してるやつなんですけれども、あれはまあちょっと印象的なところを拾ったような形で作ってるんですが、これはきっちりと言葉を拾って字幕にしてて、すごく丁寧に作られてます。作家さんの背景がこのビデオで改めて分かって、僕が改めて見てもとてもすごく面白い動画に仕上がってます。これ現場でじっくり見るとすごくまたイメージが広がってくるなというふうに思いますね。あ、終わった？はい、どうぞ。はい、すいません、失礼いたしました。はい、では、最後近代美人がのゾーンなんですけれども、著作権等いろいろありまして、ちょっと、流すことができませんので。少しスキップさせていただきます。はい、こちらにですね、美人画の解説パネル用意しています。はい、池永先生のインタビューだったり、美人画の系譜近代編についての解説があります。松原洋一さんね、池永さんとも親しくて、UAG 美術科研究所、これ湯上がり美術研究所っていうちょっとなんかちょっと冗談みたいな、ことをやってますけども、まあ非常に若い作家たくさん知ってて、美術の歴史に詳しい方ですね。はい、はい、ではもうそろそろ終わりに近づきます。じゃあ最後にグッズ販売の。そうですね、はい、はい、こちらではグッズ販売もしておりまして、ポストカード、それからクリアファイル、一筆箋、チケットフォルダ、それから、画集、雑誌など販売しております。池永先生の画集2冊、こちらも販売しています。そして池永先生が監修し、今回展示してくださっている皆さんが掲載されている美人画尽くし、こちらも販売しております。こちら池永先生の塗り絵も販売しております。では最後にご紹介いたします、池永康成塗り絵コンテストということで、池永先生の作品に塗り絵をする、そして、皆さん応募していただきますと、池永先生が審査をしてグランプリ2名決定いたします。そこで、グランプリ受賞者には、池永先生のサイン入りチケットホルダー、それから、一筆箋をプレゼントとなります。皆さんぜひ応募してください。実際のここにある、紙の塗り絵だけではなくて、インスタグラム、それからツイッターでも投稿ができます。この場でも塗り絵ができます。はい、この場の塗り絵はちょっとまだ出てないですね。今過去にツイッター等で、応募してくださった方の作品を展示しています。でこれは実際に池永先生が塗り絵をした別の作品です。これはあれですね、塗り絵の本の表紙になっているんですか。はい、あ、見方は違う。はい、池永先生から何かおまけつけますというコメントをいただきましたありがとうございます。はい、ということでインスタライブ、長い間ご視聴ありがとうございます。ここにあんな大竹さんのでっかいなんかパネルを作ったりですね、はい、ありますね。はい、こちら実はインスタスポットとして阪急さんが作ってくださいました。はい、じゃあちょっと一緒に並んでみてください。こういう感じではい撮影可能です。はい、はい、ここで記念撮影してくださいということでそうですね。はい、でもインスタ映えとかなんか看板出てないちょっとそこまではあれですけどはい、では、大阪、阪急梅田本店9階阪急梅田ギャラリーでこの美人画ルネサンスの展示そして販売をやっています。お電話での、お買い求めも可能ですので、皆さんぜひご興味ある方はお電話もしくはウェブサイトをご覧くださいませ。はい、はい、本当にありがとうございます。1時間以上で30分の予定ですけど1時間以上になりましたけど、まあゆっくり見れるし、まあ、これまた、インスタ上にセーブしとくのでおそらく多分ずっと見れるのかな。使用上ちょっといつか消えちゃうのもちょっと分かりませんけれども、とりあえずは保存しておくので、後からでももしよかったらご覧くださいませ。はい、どうもありがとうございました。では失礼します。